皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる犯罪者の生い立ちは、神戸連続児童殺傷事件を起こした榊原生徒こと元少年 A です。この事件はあまりにも衝撃的だったため、皆さんも記憶に残っていると思われますが、今回は元少年の生い立ちとその後について紹介したいと思います。一体この少年はどんな人物だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1997年5月27日早朝、兵庫県神戸市須磨区にある中学校の正門に、切断された男児の頭部が放置されているのを通行人が発見した。その後の捜査で、放置された遺体の頭部は現場近くのマンションに住む当時11歳の男児のものと判明し、同年5月24日から行方不明になっていたことも分かった。男児の口には榊原生徒と名乗る者からの犯行声明文が挟まれており、その残虐さと異常さからマスコミが大きく報道し、世間は得体の知れない恐怖にさらされた。そのわずか数日後の6月4日、榊原生徒から第二の犯行声明文が神戸新聞社宛てに届き、報道はさらに過熱し、マスコミは犯人像として、がっちりした体格の30代から40代くらいの男としていたが、6月28日、警察が逮捕した被疑者は、驚くことに、まだ幼い当時14歳の男子中学生だった。そして、この逮捕をきっかけに、元少年 A が起こした犯行が、次々に発覚している。第1の犯行、1997年2月10日、午後4時頃、元少年 A は、神戸市須磨区の路上で、小学生の女児2人を、いきなりゴム製のショックレスハンマーで殴りつけ、一人が軽傷、一人が重傷を負う事件を起こしている。第二の犯行。1997年3月16日、午後0時25分頃、元少年 A は神戸市須磨区の公園で、近くにいた小学4年生の女児に、手を洗える場所はないかと尋ね、学校に案内させ、お礼を言いたいので、こっちを向いてください、と言うと、振り返った女の子を金槌で殴りつけ逃走した。さらにそのわずか10分後、元少年 A は所持していたナイフで別の小学3年生の女児の腹部を刺し逃走した。これによって金槌で殴られた女児は脳挫傷で死亡し、ナイフで刺された女児は一命は取り留めたものの、1.8 リットルもの輸血を要する重傷を負った。第3の犯行。1997年。5月24日、元少年 A は、さらに人を殺したいという欲求に駆られ、殺すのにちょうど良い人間を探すために、ママチャリに乗って出かけ、小学校近くを走行中に、弟と同級生で面識のあった男児を見つけた。元少年 A は、この男児が亀好きなことを知っていたため、向こうの山に亀がいたよ、一緒に見に行こう、と誘い、地元でタンク山と呼ばれていた高台に連れ出し、そこで男児を絞殺した後、その場に遺体を放置した。翌日、元少年 A は再びタンク山に向かい、準備してきた黒いビニール袋の上に男児の遺体を乗せ、糸のこぎりを使って首を切断し、地面に置いて眺めていると、性的興奮を覚えたという。そして、元少年 A は男児の頭部を家に持ち帰り、風呂場で洗った後、自分の部屋の天井裏に隠し、警察は自分の学校に首を置くはずはないと思い、捜査の対象から免れると考え、中学校の正門前に男児の首を置くことを決め、さらに捜査を攪乱させるために、偽りの犯人像を表現する手紙を加えさせようと考えた。生い立ち。元少年 A は父親と母親、年の近い弟二人と暮らしていたが、父親は子供に無関心で、母親の厳しいしつけを虐待と捉え、長年愛されていないと感じていたという。そんな中、祖母だけは元少年 A を溺愛していたことから、元少年 A にとって両親以上の存在となっていたが、小学5年生の頃に祖母が亡くなったことをきっかけに、ナメクジやカエル、猫を殺すなど異常行動が目立つようになり、それを見かねた近所の人が母親に注意したところ、うちの子はそんなことしませんと一蹴されたこともあったという。実はこの母親の育て方が
元少年 A の人格に大きな影響を与えたと見られている。元少年 A が中学校の入学当初、女子生徒の上履きを焼却炉に入れたことが発覚した際には、母親は、女の子は口がありますからね。と、女子生徒が嘘を言ってるかのように答え、母親は息子の行動をまるで他人事のように答えた上に、謝罪は一切しなかったとされ、さらに、元少年 A が逮捕される前に行われた、一番目の被害者である女児の葬式では、無残な状態に殺害され、顔も見られない状況となってしまった女児の両親に対し、最後やねんから、ちゃんと見たり、難儀やな。と、心ない言葉を投げかけたことが、被害者遺族の手記に記されている。このような性格の母親は、元少年 A の生後10ヶ月で離乳を強行したことで、1歳までの母子一体の関係が重要な時期に、最低限の満足を与えていなかった疑いがあるとされ、後の裁判でも愛着障害の可能性に触れており、さらに母親は、排尿、排便、食事、着替え、玩具の片付けに至るまで、しつけに厳しく、スパルタ教育を施していたことから、元少年 A の心を歪ませた疑いがあると指摘されている。実際、元少年 A が長年母親から愛されていないと感じていたエピソードとして、鑑別所に初めて面会に行った母親に対し、帰れ豚野郎と怒鳴り、憎しみの目で睨みつけたこともあったという。その後、事件後に中等少年院に送致された元少年 A は、収容者から、お前まさかあの榊原なのかと問いかけられ、ニヤッと笑ってうなずいたため、正体が一部の収容者にバレたことでいじめを受け始め、そのいじめが過激になった2002年初夏に突然、元少年 A は半裸状態で意味不明の規制を発し、職業訓練で使うカッターナイフを振り回し、周りを威嚇し始め、教官らが説得をしていたところ、いきなりカッターナイフで自分の性器を切りつけるといった一幕があったという。また、事件後の民事裁判によって、元少年 A の両親には1億4000万円の損害賠償を命じる判決が下され、父親は30年以上勤務した職場を追われることになり、二人の弟の通学問題や進学のことを考えて、父親と母親は協議離婚したとの情報があり、次男は大学の工学部に進学した後、アニメの学校に通い、三男は高校を中退して働いているとの情報もある。そして2004年に出所した元少年 A は、マスコミに追われながら各地を転々とし、一時は東京都足立区の UR 団地に住んでいたとされ、その時週刊誌の記者が元少年 A に取材を申し込んだが、最初は人違いですと拒否され、後日改めて名刺を持って取材に行くと、それまでおとなしかった元少年 A は豹変し、お前舐めてんのか？違うって言ってんだろ。と語気を強め、命がけで来てんだろ？お前、名前と顔を覚えたからな。と脅迫するような言葉を吐き、記者を1キロほど追いかけてきたため、殺されるかもしれないと思ったという。その後、元少年 A は結婚して子供ができたとの噂が広まり、これはネットで流されたデマである可能性が高いとされているが、それからかなりの時が経っているため、現在は結婚している可能性も否定できないとの見方がある。そして、2015年6月10日、事件の記憶が薄れゆく頃、再び元少年 A は世間に衝撃を与えた。それは、当時32歳となった元少年 A が、舌下神戸連続児童殺傷事件と題する手記を出版社から刊行したことだった。このことをマスコミが一斉に報じたことから、初版は10万部を突破し、その後も第2冊、第3冊と増刷され、累計発行部数は25万部となり、売上は3億7500万円にも上り、印税だけでも4000万円以上となった。この手記の出版に対し、被害者遺族は、私たちの思いが踏みにじられた、重大な二次被害だと憤り、出版中止と回収を求めたが、出版社は遺族の願いを聞き入れることはなかった。さらに、2015年8月29日には、元少年 A からホームページ開設の告知が記された手紙が週刊誌各社に届き、手紙の最後には、今後はこのホームページを基盤に情報発信をしていく所存ですと書かれ、URL が記されていたという。記者が確認したところ、ホームページには、存在の耐えられない透明さとのタイトルが記され、
元少年 A の身長と体重、出身地などのプロフィールが掲載され、本人と見られる顔が隠れた写真なども載っており、月額800円の有料メルマガまで設けていた。その後、このホームページはすぐに凍結されたが、被害者や遺族に対しての配慮や謝罪の気持ちなどは全く感じられず、自己愛の強いサイトになっていたため、被害者らは殺人事件の概要を金稼ぎのネタにしたとして、激しい不快感を示した。そして、2023年現在は、この元少年 A がどこで何をしているのかは不明となっている。この事件が報道された当初、あまりの猟奇性に恐怖を感じ、犯人が少年だったことで、さらに恐怖が増したことを今でも鮮明に覚えています。そして、社会に衝撃を与えたこの事件は、小説のモチーフにもなり、2018年5月25日には映画化もされています。実は、事件後に手記を発表したのは元少年 A だけではなく、母親もこの子を産んでというタイトルで手記を発表しており、印税すべてが被害者遺族に支払われたとされていますが、ある噂では母親の実家である四国に豪邸を建てたとの話もあり、真実は不明となっています。元少年 A が手記を発表した際、被害者の親たちは自分で働いたお金ならともかく、こんなお金は受け取りたくないと受け取りを拒否したとの話があるため、印税の使い道については現在も明らかになっていませんが、やはりどんな形であろうと遺族への賠償金に充てるべきだと感じます。そして、この事件が起きた要因として母親の育て方が悪かったとの見方が多くありますが、これほど猟奇的な事件を起こした要因は、やはり遺伝子レベルで精神的異常があったような気がします。だとすれば、すでに出所している元少年 A が再び猟奇的な事件を起こす可能性があるため、一抹の不安を覚えます。皆さんはこの犯人にどんな印象を感じたでしょうか？